皆さんこんにちは。お久しぶりです。皆さん元気してました？私ね、これ見てください。ついに手を痛めてしまいました。この作品作ったのが2ヶ月ぐらい前だと思うんですけど、ここから全然治ってないです。手が病院行ったでしょ、整形外科行って針に行って、あとは整体にも行きました。あと自宅でお灸をして湿布を貼って体を温めて安静にしてるのに全然治らないんですよ。あまり使わないように固定するサポーターなんですけど、これがあると常に右手を気にするので、あまりこう力を入れないようにできるので、普段だとね、少し治ったからいいやと思ってすぐいろんなことを作業しちゃうと、またここが痛くなってしまうので、なるべくして安静するんだよっていうふうに頭にこうちゃんと言い聞かせるようにしています。皆さんは体の具合はいかがですか？手を痛めたりしてませんか？私ね、本当このビーズを作ることに人生をかけていたというか、本当に大好きだったから、たとえ手が動かなくなっても、手がもう取れちゃったとしても、もうそれぐらい限界まで私はやるんだっていう、むしろその方がすごい幸せな人生なんだっていう感じでずっと作ってたんですけど、いざ痛めると結構辛いです本当に右手を使うことっていうのが日常生活で朝起きてから夜寝るまでたくさんあるので、右手が使えないってことがどんだけ辛いか、あとは右手だけじゃなくて腕全体と肩と首も同時に連動してこう痛めてるので、結構辛いんですよね。毎日結構辛い。本当に今はお休みの時期だなって実感してます。それでしばらく作れなくなるので、これからどうなってしまうんだろうって思ってます。作れなくてもなんかちょっとしたことをおしゃべりするだけでもいいのかなと思ったりしています。で、今日は皆さんにお伝えしたいのは、最強のボンドはこれだっていうのをお伝えしたいと思います。これは E6000 というボンドです。これでこのカボションの後ろが平らな石をボンドでイヤリングにつけてみました。これはね、もう3週間前につけたんですけど、今剥がそうと思ってすごい力を入れても全然離れないです。すごくよくピタッとくっついてますよね。カボションとかそのまま後ろが平らな石はそのままボンドでつけて簡単にイヤリングにすることができるので、はい、このような感じになっています。この E6000 というボンドはとてもおすすめです。こちらは Amazon とか Amazon 楽天で売ってたかどうかちょっと確認してないですけど、 Amazon で売っています。なのでボンド、何か強力なボンド、特に天然石をボンドでつけたい場合はこちらがおすすめです、というお話で、次に作品の紹介をしていきたいと思います。これね、私が最後に作ったアーティストの作品なんですけど、アンティーク風の作品になっています。ここがね、なんか紋章みたいですごく可愛いですよね。こういうアンティーク風のデザインは本当に大好きで、ずっと作っていきたいと思ってましたよね。あ、素敵ですよね。こういう感じになってます。こういう作品ってどういう服に合わせたらいいのかなっていうと、シャツに合わせてつけると華やかな作品でも日常生活でつけやすいと思います。それとね、私本当に悲しくて、なんか気づいたらすごい眉間にシワが寄ってたんですよ。眉間のシワはマッサージで簡単に消えますというのをお伝えしたいと思います。これはね、ビーズとはあんまり関係ないんですけど、ジュエリーの似合う素敵な顔になるために、やっぱここにねシワがあるのは良くないということで、じゃあどうやったら消えたかというと、ここをクロスバッテンを描くみたいにマッサージするんですよ。こうやってマッサージするの。こうやって、そうしたらシワは消えます。これは私が何にもすることがなくて、本当に痛くて、いろんな YouTube を見てた時にたまたま発見した動画で、ここの眉間のシワを取る方法っていう外国の動画があったんですけど、それを見てちょっとこうやってマッサージしたらだいぶ薄くなったので、皆さんもやってみてください。ということで、しばらく、今年1年は多分作れないと思うんですよね。また中途半端な時期に作ってしまうと、また長引きそうな予感がします。で、長年の積み重ねでもうこのようなことになってしまってるので、だから今年1年は喋るだけの動画になると思います。やっとね、首の痛みが取れたので、本当に少し楽になって、あとは手と腕の痛みが取れるように安静してるんですけども、皆さんも本当に気をつけてくださいね。すごくジュエリー作りは楽しいので、何時間も夢中になって作ってしまうと思うんですけど、休み休みやってやっぱり目とか首とか肩とか腕とか腰にものすごい負担がかかってることもあると思うので、私みたいに何時間も通してやることはないとは思うんですけども、一度なるとね、本当に結構大変なので、皆さんもこのようにならないように作ってみてくださいね。ということで、今年1年は作れないと思うんですけど、ゆっくりなペースで続けていこうと思います。それでは皆さん、元気にお過ごしくださいね。さようなら。